皆さんおはようございます。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思いまーす。草コイン新聞購読視聴規約。ここでね、この動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条の文言を大きな画面にして、 一語一句読み飛ばすことなくお読みくださいどこか一箇所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたらあなたはこの動画の続きを見ることはできません日本語が読めない、えー、理解できない漢字が理解できないという方は、えー、この動画を見ることができませんので十分に法律文言そして掲示物を気をつけてください それでは行ってみましょう LINE に登録してくださいねそして感想を送ってくださいステッカーを販売しております LINE でお問い合わせください令和2年9月26日土曜日草子院新聞 FX 中野研究会ということでね、えー、今はね朝の8時57分です えー、もう9月ね、26日土曜日になりましたので、えー、夜のね、えー、一般公開ライブは、えー、もう昨日で終わりましたそしてこれからはね、あの長野研究会の会員と、えー、あとはメンバーシップの会員さんですねの方だけが夜のライブを見ることができるということになっておりますそして、 それとともにね、新しく始めようと思,始めよと思っているのがですね、毎朝、えー、動画をね1本上げようと思っています、午前中ですね、まあ。朝になるのか、昼になっちゃうのかちょっとわからないですが、まあ、私の頭の体操ということもあるんですけれども、えー、動画をね1本上げてですね <laughs>、えー時事、時事ニュースの解説をねしていきたいと思います。 千葉県松戸市はね、今寒いですね。18度ぐらいしかなくて、夜は特に、えー、上着を着たり布団をかぶらないとですね、えー、大風邪をひいてしまうような感じです。私も今鼻風邪をひいてしまってですね、ちょっと喉が痛くて辛いかなって感じです。雨も降ってますね。で、本日のお題なんですが、えー、目に留まったやつがね、えー、三菱自動車が これですね。三菱自動車が希望退職者を600人募ると。これがまあ新しく今日来たニュースですね。あとはオリエンタルランドもボーナス7割カットという。これはまあ1週間ぐらい前に発表されましたね。これきついですね。あとは <laughs> 日本の平均賃金は韓国よりも悪いと。まあ韓国、中国、台湾、香港なんかよりも全然低いですからね。で、これについてちょっとニュースをね、見てみましょう。 まずは、三菱自動車ですね。これヤフーニュースの共同通信のやつですね。えー、三菱自動車600人希望退職募集へ11月中旬から、えー、財務改善を図ると。三菱自動車が11月中旬から国内500から600人規模の希望退職を募集することが25日分かったと。まあ、全部で、ね、何人いるか分かんないですけど、1万人ぐらいですかね。 えー、7月に策定した中期経営計画で固定費により、以上削減する方針を示しており、人件費を抑制して財務状態の改善を図ると。<coughs> まあ、500か600人と大きいですよね。新型コロナウイルス感染拡大による新車販売の不振が深刻で、2021年3月期は3600億円の純損失を計上する見通し、 リストラによる構造改革を急ぐということで、車買わないですからね、今ね。あのー、外出ないし、あの自動車買いにお店に行ったらコロナ移っちゃいますからね。まあ、不要不急なことをしてはいけませんから、今はね。車を買い替えるっていうのは不要不急だよね、絶対ね。まあ、壊れたら買うしかないけれども、うんまあ特に新車は買う必要ないかなと思いますね、特にね。中古車をパパって買,買っちゃうっていうのが今は。 不不要不急だと思いますけどね、はい、で純損失3600億円と億円ってのは大きいですね、やっぱりね。うんやっぱりメーカーっていうのはあの急にね方向転換できないもんですから、あの年度初めに、えー、製造計画を作ったら、それも期末ま,までやり通さないといけないので、大きな損失、コロナみたいにね急に。 えー、事業縮小、まあ、景気悪化などが来るとですね、メーカーっていうのは、えー、なかなか、ね、方向転換できませんで。希望退職は本社や岡崎製作所、水島製作所倉敷など、働く45歳以上の管理職、やっぱり45歳って、転換点ですね。課長クラスですかね、課長、部長クラスですかね。 ま、22年度までの経営計画では、希望退職や配置、配置転換、再配置、新卒の採用抑制などで人件費を削減する方針をかけていたということで、ちょっと前まではね、人手不足、人手不足って言ってましたよね。人手が足りない、人手が足りないって言って、大卒、高卒なんかもね、あの、うち、うちの会社来てください、うちの会社来てくださいってね、まあ、ものすごいうるさくて、 えー、コンビニのアルバイトも人がいない、人がいないって言ってましたよね。それがもう手のひら返したように、もうね、新規採用しませんよとかね、えー、人で、人辞めてくださいと、かやってね、600人、5 0老後600人ね、やめてくださいと、まあ、こういうことですから、やっぱり民間企業に勤めるっていうのはリスク高いですよね、やっぱね。で、次に、えっと、 と文春オンンラインですねディズニーランドオリエンタルランドの件なんですけどもこれちょっと読んでみましょうか社員や嘱託社員の冬のボーナス7割カットが報じられた東京ディズニーランドを運営するオリエンタルランド契約社員には説明会で勤務の継続を希望する場合の収入は半年で22万円 などと厳しい条件を突きつけていたことが文週刊文集の書で分かったと。あの、一月月22万円じゃないですからね。6ヶ月で22万だから、おいおこれ最低賃金法違反してんだろうってな。あの、え <laughs> 何考えてんの2 2割る6は、はい、一月3万6600円ですね。 むちゃくちゃですからね、オリエンタルランドね。オリエンタルランドでは、9月7日から1000人及ぶ契約社員を対象とした説明会を行った。集められたのは、パレードやショーで踊るダンサーやミキサー、ミッキーなどに入るキャラクターを務める、出演者と呼ばれる、いわゆる契約社員と、まあ。花形の仕事ですよね、ディズニーランドの中ではね。千葉県浦安市にある本社の会議室で契約社員が2、30人ずつ集められ、 今後の処遇について説明を受けたと。まあ、契約社員、もともと契約社員での契約、契約の社員なんでねあの、景気が悪くなったら切りますよっていう、もともとそういう同意のもとにあの働いてるから、仕方ないっては仕方ないよこれね、本当にもう。週刊文春は、この説明会の音声を入手した、会議室の正面に据えられたスクリーンには、次々とスライドが映し出され、音声が30分にわたって流されたと。 10月以降の勤務について次の3つの選択肢が示し提示された出演,出演者を、うん、継続すると、まあ、今コロナの影響でディズニーランドのパレードが中止になっているんですよねだからパレードで踊る仕事がなくなっちゃったわけですよね、うん、で窓口業務などを担当する準社員として再入社するとこれいいんじゃないですか準社員で9月末に退職するとひ <laughs> でえなもうちょっとじゃないですか うーん。ま、出演者継続する人だって仕事がないんですよね。それぞれの収入イメージについて出演者を継続する場合は、来年の3月までの半年間で22万円と。月3万6千円と。もうこれ食っていけないから、現実無理ですよね。純社員での参入者の場合は、66万だから11、ひ月11万円ですね。6ヶ月で66万ですからね。 一月11万円。これも選択肢にないよね。これ食っていけないから。これも3万6000食っていけないでしょ。で、9月末で退職する場合は80万円あげるよと。退職慰労金としてね。80万円あげますよと。これしかないじゃないですか。これしか。最後の80万円もらって退職するしかないじゃないですか。で、9月27日11日までにメールで回答するし違ったと。明日日曜日の 11時って朝の11時ですかね、午前中のね。説明会では撮影や録音が禁じられ、守秘義務を強調されたというキャラクターの30代女性が語ると。この収入では死ねーと言われているようなもので退職するしか道はない。私たちはディズニーが大好きで子供の頃からここで働くのが夢でした。ゲスト、来場者の笑顔を見ると辛いことも忘れてしまうから、この仕事をつけて。 来たのにっていうことでまああまりにもひどい仕打ちだよね最後ねうんまあ夢の国ディズニーランドがこういうことするかということなんですけどまあ経営者側としてはし仕方ないことなんでしょうね労働問題に詳しい弁護士は雇用継続を願い出た場合には生活できないレベルの給与しかもらえず社会保険満足される退職支援金80万円を前面に押し出しており事実上の退職干渉ですと はい、オリエンタルランドに聞くと労働条件については社外には開示しておりませんより多くの従業員にできる限り残っていただき一緒にコロナ禍を乗り越え乗り越えたいと考えておりますが出演機会を提示できない責任を果たすことも必要と考え選択肢を提示しましたとまああのま <laughs> 仕方ない、まあ、非常にね まあ、仕方ない選択肢なんでしょうね。まあ、どっか土地を切り売りするしかなかったんじゃないですか。ほんと、これ、どっか、駐車場かどっか切り、りね駐車場かどっかホテルに切り売りして、従業員に給料に充てるしかなかったんじゃないですか。本当はそういうことしなくちゃいけないですね。経営努力としてね。だから従業員は裁判をすれば勝つと思いますけど、まあ、そこまでやる人がいるかどうかですね。 あと最後にですね、これは出島さんっていうホームページなんですけど、世界の最低賃金ランキングと、まあ、平均給与も入ってるんですけど、これですね、これ2019年、で、最低年収、日本はここにいるんですよね。で、年収、まあ、最低賃金ランキングって書いてあるけど、まあ上からいい,い,い,方い,いやつなんですよね、ルクセンブルクとか。 は平均年収がだいた700万ですよね。七百万円、時給は、えー、1300円ぐらいですね。最低時給が1300万円。最低年収がだいい二280万円ぐらいですね、ルクセンブルグは。で、平均が700万円。<coughs> オーストラリアは最低年収が250万円。えー、平均が、えー、560万ぐらいですね。 で、こう見ていくとさ、韓国なんかも結構上なんですよね。最低年収が220万ぐらいかな。で、平均が440万ぐらいあるんですよね。それに比べて日本は最低年収が180万ぐらい。ね。US ドルだからね、これね。で、今104円、105円ぐらいだからね。で、年平均年収が 400万ぐらいですかね、これね。400万ぐらい。100、4円ぐらい、105円ぐらいあるからね。100、400万ぐらいですかね。韓国が440万ぐらいだから、韓国人よりもすごい低いですね。で、あの、時給、最低時給もですね、韓国は大体900円ですね。日本は840円ぐらいですかね。うん、820円ぐらいですかね。 韓国よりも最低賃金は低いんですね、日本は。もう、先進国では最低ですね。最低レベルに低いですね、もう。で、なんでここまで日本の賃金が、あの、好意的に低くさせ,られさせられてるかというと、皆さん知らないと思いますけれども、はい。こういう政治背景があったんだよね。日本政府の政策があって、これ小泉政権の時に、 竹、えー、中平蔵がですね打ち出したんだけれどもまと、あ、も日本というのは工業立国だったんですよ、えー、と原材料を輸入して、えー、家電製品を作って車と家電製品を作って世界へ輸出するとだから工業立国日本って言ったじゃないですかただ今もうそれを,それを <laughs> 見る影もないですね車も,もう ほとんど売れてないんじゃないですかトヨタとか日産とか売れてるように見えてあんまり売れてないですよね世界の車の方がもっといいのをいっぱいできてますしねあの電気自動車とかねあのいっぱいできてますで特に家電製品というのは日本の家電製品というのはもうないですね、はい、売れてないですテレビもサムソンとか LG 中国製の方が安くて品質はいいですね パソコンもそうです。で、スマートフォンなんかもそうでしょサムソンとか LG、ファーウェイとか中国製、台湾製。日本製っったって日本製ほとんどないし、日本なんかで作ってないからね。日本で設計してても、大体中国か台湾で作ってるから、まあ、台湾製か中国製ですよね。日本製ってのはもうないんですよ。で、もともと工業立国ってって、日本は、えー、着るものですよね。 あの繊維、繊維を輸入して、まあ、あの石油とかね、繊維を輸入して、洋服を作って出荷してたんだけど、それが中国に取られちゃって、じゃあ次に電化製品っていうことになったんですけどもね。で、電化製品も、結局は製造を中国とか台湾とかね、に依頼したもんだから、あのノウハウ全部取られちゃったんだよね。それで設計から何から全部取られたし、 日本人もリストラしちゃったから設計者の日本人が中国とか台湾行っちゃってねそこで、あのー、新しいもの作ってるから日本が工業立国を再開することなんてありえないんですよだからそれがねもうバブル崩壊の時からずっとあってですね2000年の小泉政権の時の、えー、竹中平蔵がですねもうじゃあいいもんできないんだったら安くしようと。 で日本人の賃金を安くすれば、えー、安いものを作れるからね中国製よりも安いものを作ればあ大したもの品質が悪くてもね大したものを作れなくても中国製品より安いんだから売れるはずだっていう考えだったんですよ。で日本は良い製品を作って輸出することができなくなったのでね賃金を減らして安い製品を作るとしました。でこれが竹中平蔵プランだよねで。しかし中国、台湾、東南アジア諸国の賃金 よりも安くすすることはでできなかったんですよね、まあ、もちろん中国台湾東南アジアなんかねインドとかあの香港とかシンガポールなんかっていうのマレーシアなんかっていうのはお金持ちいっぱいいますよ普通の人はお金持ちただ実際に工場労働者っていうのは遠い地方から来た農民の人たち農民の娘たちがねやってるんでねむちゃくちゃ安いですよ一月5000円とか1万円とかで、えー、やってるんでね じゃあ、日本人があの月給1万円とか5000円で働け働いてもらえるかさ、できなかったんですよね、結局ね。あの、それで、まあ、あの派遣制度とかねあの、契約社員とか、いろんな制度を作ってですね、昔は、あの昔はですね、2000年以前はあの、正規雇用しかなかったんですよ。正規雇用しかね。まあ、あとはパートアルバイト、一時雇用しかなかったんですけど。 派遣社員とか契約社員とかなかったんで、あの会社っていうのは非常にですねあの、責任を感じなくちゃいけなかったんだけども、だけでなく平蔵が来てからですね、平気で駒使いできるよってことになって、賃金がどんどん安くしたんだよね。で、安から悪からの製品しかできなかったんですよ、結局ね。中国、台湾、東南アジアなんていうのは、あの農村から来た娘なんてひと一月5000円とか1万円で働くから、 あの日本人そこまで安く賃金できないでしょ結局、<coughs> 日本政府の政策失敗が確定したんですよね。2010年ぐらいでしたね、これね。それで、あの、だめじゃねえかと、その派遣社員制度ってのだめじゃないかってことで、えー、じゃあ <coughs>、時のですね、 えーまあ、民主党政権だとかな。日本はじゃあ観光立国として、えー、お金持ち外国人に助けてもらおうという方針に転換したんですね。でもこの頃は中国人をもう平均的にすごいお金持ち。日本人は大貧乏。中国人、台湾人もお,お金持ち。インドネシア人もね。香港人はもっとお金持ち。で シンガポール人ももっとお金持ち。あとアメリカ人ももっとお金持ち。オーストラリア、ヨーロッパ人お金持ち。<laughs> それで、えー、つい最近まではね、あの、観光立国日本ということで、すっごいお金がね、入り込んでやっていったんだけれども、うん、そう長くは続かないですね、いいことはね。コロナで観光立国日本の政策も役に立たなくなりました。結局、海外からね、あの、外国人来れなくなっちゃったんでね。 まあ日,本日本のですねあの、日本潰しというふうに言われてますね、イルミナティとかフリーメイソンの間ではね。で、いよいよ日本政府は国債の償還ができなくなる、いわゆるですねに、日本政府は借金が返済できなくなりましたね、外国、<laughs> 日本は借金してますからね、うん、誰に対して借金してるのかっつったら、日本国民に対して借金してるんですね。 でこれを返さななくちゃいけないけんで,すよで、えー、元々あのこれはあの日本政府があのもう30年も40年も前から言ってますけれども、バブル崩壊の時から言ってますけど、日本の借金は日本の国民の預金を担保にして借金してますっていうのは公然として国会では言ってますからねで、もちろん国民は全員知ってると思ってますから、でついに返せなくなったので、今年ね。 で、預金封鎖して国民の預金を募集するということで、マイナンバーが強力に推し進められているわけです。まあ皆さんね、ここら辺はもうすでにご存知だと思いますけども、で、私たち国民はどうしたらいいかということでね、最後にまとめたいと思います。えー、日本政府にはもうお金がありません。当たり前だよね、もう今回、えー、補助金とかね、助成金でもものすごい何百億円、100億円ぐらいか。 特別予算も組んじゃってますしねで、日本政府にはもうお金がありません。で、竹中平蔵が言うには、一月7万円、1人7万円のね、ベーシックインカム国となるしかないと。で、これ、まあ、いわゆる共産国ですからね、毎月、政府からあの働いても働かなくても何もしなくてもね、病気の人も働いてても何してても7万円はあげますよっていうのは、共産国の発想なんでね。 えーまあ、自由主義、資本主義っていうのはもうやめようということで、まあ、ロシア、または中国とくっついて、共産権としてですね、まあ、生きていくしかないと、まあ、いう、っていうか、お金使いすぎちゃったからね、日本はバブル崩壊のときからですね借金に借金を重ねて、もう返さないところまで来ました。本当は 1992年の時にバブル崩壊した時から、えー、貧困にならなくちゃいけなかったんだけど、まあ、一度ね、味わった裕福な生活を忘れることができなくて、借金を重ねてしまって、もう返せなくなったんですね。ですから、えー、今となってみれば、国民の預金を全部ね、預金封鎖して、えー、国民の預金を全部没収したとしても、全部は返せなくなったんですよね。なので 国連の指導のもと、ねえー、共産国に組み入れられるということになりそうです。で、まあ、最後に書きましたけど自由が好きな人は海外移住をお勧めしますということですね。で、私が昔から言っている通りですね、えー、日本人、日本人、まあ、今すべての国がそうですけれども、えー、海外に出国できないですよね、今ね日本人も出国できません、パスポートあってもね。えー、コロナという,う <laughs> 理由でね出国今できませんで出国できないうちにパスポートを危険切れまたはパスポートが募集されてですね日本人は海外に出れなくなりますで共産国だからね一生この国で生きてくださいということですねなのでもう少しにな,なっちゃうんでねもう少しで日本人は海外出国できなくなっちゃうので その前にですね、僕は、あの、オーストラリア、またはニュージーランド、でも地震のことを考えると、オーストラリアがいいと思いますけどね、オーストラリアに、えー、移住をすることをおす,おすすめします。または、まあ、マレーシア、マレーシア暑いんだよね、常夏だから、マレーシア暑いし、ジャングルだからね、あの、湿度がやばいから、本当に、毎日雨だから、あの、シンガポールもね、だから、あとは、ヨーロッパのイタリア、 スペイン、フランス、まあ、イタリアがいいかもね、住むんだったらね。うん、陽気だし、スペインも陽気だけどね、スペインかイタリアは日本,の日本人の気質に合うと思います。イタリア、まあ、イタリアは特に日独遺三国同盟でね、イタリアと日本は一緒に第二次世界大戦に戦ったのであの、気質もいいんですよね。で、あの地中海とかね、 あの景色もいしイタリア料理ってスパゲッティとかね食べ物美味しいからねイタリアかオーストラリアに僕は、えー、ぼ亡命というか海外移住をする予定です皆様もね是非一度 <laughs> 海外移住をね考えてみてはいかがでしょうかまあ先立つものがないとね海外移住できませんから えーまああのー、今の金預金をね、今一度確認するか、まあ、僕がね毎日やってる FX ですあの少しずつ稼いでいくかですね、で僕の友達はね、ずいぶん前ですよ、えーと、2011年の東日本大震災が起きてすぐ2012年ぐらいに、ですねオーストラリアに、あ違う違うニュージーランドにあの引っ越しちゃいましたね。 家族でね、奥さんと子供2人とね、4人で、向こうで家買ってね、もう住んでます、仕事。仕事はね、つくば研究学園都市で、茨城のね、つくば研究学園都市で、インテルの研究所にいました。で僕と同じ大学行ってて、えー、僕と同じ国立研究所で1年間超伝導の研究してたんですけどねで、彼はインテル、アメリカのインテル CPU の 日本の研究所で働いてましたね、僕は三菱電機ありましたけどね、で彼はまあインテルだから、アメリカからの情報が結構入ったんでしょうね、あの早々とニュージーランドに引っ越しちゃいましたね、日本はもうやばいからということで,で、僕もねそろそろ日本人はロシアか、ね、中国になってしまうので、ねまあ、北朝鮮になるかもしれないですね。 なので、えー、まあ、教材もベーシックインカイムが始まるからね、楽って言えば楽だけど、お金もらうってことは、お前、あのあのごみ掃除、あの食付け、この食付けとかねあの、あの、自由なこと聞きませんからね、職業の選択に自由はないですからね。だから、非常に厳しい時代に突入するかと思いますので。 自由が好きな人は海外住をお勧めします。それではね、えー、今日のニュース解説はこれで終わりにしたいと思います。また明日ね、えー、ニュース解説をやってですね、えー、自分のですね、頭の体操にも役立つててみたいと思います。皆様も参考にしてください。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。